あれ。ん？誰だ？おう、あからさまに怪しいやつが来た。何してんのこいつ。ガチストーカーか。しかもなんかすごいすごい古臭いオタクファッションしてるけど。あ、逃げた。待ちやがれ。え、追うの？追うの？絶対違うと思うよあいつは。あいつは絶対違うと思うよ。この今本当の犯人が店に行ってると思うよ。ふらうるせえ、んなの聞くバカだ。飛び込むぞ。僕が車に轢かれてもいいのか。別に構わんな。あんまり構わんな。ダメだよ。あ、ダメか。被疑者が大怪我したら警察の責任問われていっぱい怒られ。あ、お前のダメな理由はそれか。あ、マジで飛び込んじゃうぞ。ほら、もう追うなよ。行けよ。なんだなんだこいつ。おい、どうする。でも顔グラもないってことは全然大したことないやつだと思うけどな。回り込んで捕まえる。任せる。回り込んで捕まえる。回り込むってどっからだよ。サイドサイド。めんどくせえ。体当たりでいいんじゃねえすか。体当たりだとお前も引かれるぞ。合図するからな。やるの。あ、火星人だ。バカか。プギャ。火星人だ。せめてクジカリセタって言った方が良かったんじゃないの。うるせえ。人様ぶっ殺しといて、てめえはそれが。ああ、タンマ、ぶっ殺して何のこと？うん、全く違うと思うけど。とぼけたって無駄だから。ただ盗撮したかっただけじゃないのこいつ。ちょっと待ってくださいよ。僕はただリセチが好きで、部屋とかちょっと見てみたくて。ああ、だろうな。ほら、荷物これ全部カメラだよ。はいはい、犯人ってのは。みんな言うんだってそういうこと。うわよく聞くセリフそれ。じゃあ、あとはこの僕が預かるからね。話は書で聞こうか。くーこのセリフ言ってみたかった。やめてくださいよ。まあ一応盗撮未遂で捕まえられんのかな。うん、どうなんだろう。知ってんだから、日本には盗撮罪ってのはないんだ。あ、そうなの。そうなんだ。状況わかってる？お前の容疑は殺人なの。あ、そうなっちゃう。いいから来い。話はその後。手錠までかけちゃうんだここで。こうもうまく捕まるとはね。ほんと大金星だよ。いや、多分これめちゃくちゃ怒られるパターンだよこれ。君らもお疲れ様。犯人逮捕にご協力感謝します。それ言いたかっただけだろお前。あ、はい。でも事件に関わるのこれっきりにしなよ。うん、危ないし堂島さんも心配してたしさ。あー、やっぱそうだよな。ほら、ギリギリ歩け。いや、これ五人逮捕でしょ。でもこれで終わったってことか。後のことは警察っすね。予想通り犯人若干変態っぽかったね。まあ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 。もしかして事件解決しちゃった。なわけないでしょ。うわマジで。よっしゃー。あ、でもすごい喜んでる。でこれで店行ったらリセチいないんじゃないの。去られてんじゃないの。おばあちゃんいるよ。そうだ、一声かけた方がよくない。リセちゃんにさ。いないんじゃないか。いや、いらっしゃい。お豆腐かい。ガモドギです。あ、どうも。ああ、リセに用事の人かい。おう、あいにくあの子、出かけたみたいだよ。うわー、やっぱりさらわれた。え、ついさっきまでいましたよね。たまにあるんだよ。黙って出てっちゃってね。まあ、いろいろくたびれてるようだし許してやっとくれね。黙って出てった。いやー、テレビだな。そんな心配しすぎだって。本当に出かけたんでしょ。だってこいつ捕まえたわけだし。いや、そいつ関係ないし絶対。な
何の話ですか？ちょっと怪しい男。後でたっぷり聞くって。おう。じゃ、自分はこいつの取り調べがあるんで、これで。はいよ。いやー、堂島さん驚くぞ。黙っていなくなったって、もしかして。もしかして。探した方が良くないか。まだ遠くへは行ってないだろう。うん、わかった。でも昼間なのかな、夜じゃないのかな。どうなんだ。いない。そっちは？近所の人、誰もリセちゃん見てないって。おお。あたしらが探せてないだけかもだけど、どこ行っちゃったんだろう。くそ、嫌な予感するな。おう、当たんなきゃいいけど。ジュネス行くか、テレビ行くか。ここでうなっててもしゃあねえっすよ。うん、やれることはやったんだ。今晩予報じゃ雨らしいし、おあとはもう信じて例のテレビ見てみるっきゃねえっすよ。今日はじゃあテレビ入んないのか。今夜はしっかり真夜中テレビ見よう。しかと曇りなき眼で見定め決めよう。あ、堂島さんに怒られいない、いない。でも多分真夜中テレビを見ようだから出れないよね。出れないですね。はい。よし、セーブもしたし、テレビいけんの。リセが心配だ。部屋に戻って真夜中テレビを見よう。ダメか。じゃあ僕は寝るよ。うん、君はいつもクイズ番組見てるな。そっとしておこう。よし、さらわれたか。どうなんだ、また同じパターンか。今日は雨だ。テレビに何か映るかもしれない。さあどうなった。また怪しいな。これはなんだ。なんだこれは。非常に攻めない映像だ。わあ、また水着で出てきた。リセチーズ、うん、リセチーズ。皆さんこんばんは、9時間リセです。はい。この春からね、私進級して、いよいよ花の女子高生アイドルにレベルアップ。やったー、やった。今回はですね、うん、それを記念して、もうすごい企画に挑戦しちゃいます。なんだなんだ、これなんだ、どこなんだこれ。ね、この言葉聞いたことあるかな。ほう。ストリップ。ストリップ。聞いたことあるな。まあ、聞いたことあるね。本当に？本当に？ああ、女子高生が脱いじゃうのって世の中的にあり？え、女子高生じゃなくても多分世の中的にはなしだと思う。テレビで映すのは、ね、うん、やるからにはドーンと体当たりでほまるっと脱いじゃおうかなって思います。ほう、これは本人が見たらそっと思うんだな。お楽しみに。ああ、楽しみではあるが、本人が見たら倒れるぞこれは。今映ってたのは間違いなくリセだ。たぞ。な、見てな、リセチ。見たな。ストリップとかってマジか。まあ、シャドウだけどな。なんか回を重ねるたんびに企画どんどんすごくね。いや、今回やばいな。陽介興奮している。早く助けよう。今回はゆっくり助け。この選択肢なんだ。なんでゆっくり助けるんだ。じゃあゆっくり助けようか。今回ゆっくり助けよう、だって早く助けないとリセチ。あ、なるほど、そういう話になるのか。あ、しまった。しまった。それはかわいそうだろう。おお、真剣にあの陽介は心配してる。またあれ、うん、もう一人の自分ってのが暴れてんだろうしさ。まあ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 、早く助け出して一緒にレベル上げしたいもんな。うん、頑張ろう。また防げなかったんだよな。ああ、狙い分かってたのにさ。いや、これ防げるタイミングあるのか。あんな白昼堂々やられたんじゃちょっと無理があるぞ。
にしても、昼間の刑事全然ダメだな。そりゃそうだ。やっぱ俺らが頑張らねえと。おお。とにかく明日な。あの足立さんはいいんだけど、堂島さんになちょっと目つけられたのが痛いんだよな。ちょっと捜査に支障をきたしそうだ。今日は早めに休むことにした。もうジュネス行くか。今日明日雷って書いてあったな。今話し声が聞こえる。みんな見たんだろ。あ、全然違う話してる。あー、暇だから放課後沖縄にでも遊びに行こうかな。沖縄ってショップもカフェも映画館もあんじゃん。女の子とデートするにも最高だよな。俺の彼女も気に入っててさ。くそ、羨ましくなんかないからな。お前なんか服屋で変な店員に絡まれてカフェで強烈な味のコーヒーガブ飲みしてろ。どういうひがみ方だ。ひがむなってやの。まあ友達と行っても楽しめるし、今度一緒に沖縄行くか。え、それ何、沖縄の宣伝。沖縄の CM を聞いてしまったが。お、直接来た。早い早い。おーい、くまくま？くまくま？くま、泣いてないよ。え、そんなにあんま来てないことないけどな。結構ちょくちょく来てるけどな。みんなクマのこと忘れて楽しそうに。クマ見捨てられた。え、だって今までずっと一人だったんだろ。うん。そんなことあるわけないじゃん。ごめんね。まあみんなでいる、なんていうか楽しさとか温かさに触れてしまって一人の寂しさがより際立ってしまったのか。退屈で卑屈してたクマ。おお、遊んでやるよ。このクマは自分が何なのかも知らん。ダメな子クマ。そう、何なんだろうなこの子は。答え見つからないし、みんなは来ないし。だって毎日は来れないぞ。そっちの世界の楽しそうな声まで聞こえた気がして寂しいから泣いてみようと思ったけど、お無理だったクマ。そんな機能はないと。まあ空っぽだしな。空っぽ空っぽ、うるさいクマ。なんだとこの、ここはお前の現実なんだろ。お前がここでひっそり暮らしたいっつうから犯人探し約束したんじゃんか。ああ、そうだっけ。もう最初の話も忘れちゃったわ。まあまあ、クマくんも考えすぎで疲れちゃったんだよね。一人だといろいろ考えちゃって寂しさ増量中クマ。おお、どんだけ寂しがり屋なんだこいつは。みんながいないと切なくて胸が張り裂けて綿毛が飛び出しそうクマよ。それ大変だな。撫でてあげて。いつか逆難しても良い。良い。おお、いいぞいいぞ。いいのか。逆難のネタはもう封印しない。あ、ユキコのトラウマに触れてしまった。それよか、確かめてえことあるんだよ。今こっちどうなってる。久慈川理瀬って女の子。あ、そうだな、来てないか。それ大事だ。久慈川理瀬。わかんないのか。なんかお前の花だんだん鈍ってきてない。またなんかヒントになるアイテムとか、そういうのがいるんじゃない。前回そうだったな。クマは何をやってもダメなクマちゃんね。完全に卑屈になってるな。みんなの役に立たなくなったらきっと捨てられるんだクマ。捨てない捨てない捨てない。帰れなくなるし。呼ぶに立ってくれ。クマにできることを探すクマ。お、呼ぶに立ってくれ。じゃあさ、この前みたいに何か感じつかめそうなものを探してくれよ。あ、やっぱそうだよな、そうなるよな。はっきりとわかんないけど、誰か入ってるような気は微妙にするクマよ。誰か入ってる。その子を感じられるような何かヒントあれば、人前みたいにわかるクマ。豆腐でも持ってくればいいのか。ガンモドキ持ってくればいいか。奥へ進むためには理性の情報が必要なようだ。また推理パートか。創作パートか。誰かに話を聞いてみよう。クマ、いろんなことがわからんクマ。いろんなこと、焦ることない。一緒に見つけよう。一緒に見つけよう。ありがとうクマ。先生は優しいクマね。先生だからな。クマ、もっと頑張るクマよ。おう、一緒に頑張ろう。クマはクマなりに必死で自分の役割を見つけようとしている。
熊との間、熊との間にほのかな絆を芽生えを感じる。熊もあったか、熊の込みあったか。欲しい。なんだこれは、なんだっけ、星でいいのか。星のキャラなんていたか、ペルソナ今んとこ見たことない気がするが、星属性のコミュニティであるクマを手に入れた。そうか、至るとこにコミあるな。じゃあ病院のバイト始めたら病院でもコミあるかな。あー、創作ですか。これ大きなとかじゃない、なんかここに来て新しくちょうど行けるようになったもんな。大きなし、大きなで情報あるんじゃないか。どうだ、君らなんか知らないのか。ティッシュを差し出した。まだ持ってたんか、ティッシュ。あれ何、ティッシュいいじゃん、あると便利じゃん。お腹空いた時とか便利だよね。食うなよ。映画見てる時に鼻噛むのも禁止な。何これ、普通喋らんでしょ、そのティッシュの配ってくれた人に。この子前にティッシュあげた人だよね。ただの通りすがりです。もし見るなら絶対誰かと一緒がいいですよ。あ、この間幹事と一緒に見たな。感想とか話し合えて一緒に成長できますから。はあ、おまりさんなんか知らない、ティッシュをあげた。これを本館にではありますか。一般市民の方から物をいただくわけには。あ、では一応遺失物として置きますね。これを誰も通りに来ないぞ。この人たちにもティッシュあげたね。お、少年、さっきかっこいいバイク乗ってたよね。なんでみんなこう親しげに会話してくれるんだ。いい街だな。へえ、入れ歯から来たんだ。あそこ10年生以外に何もないって本当？旅館があるよ、旅館が。天城旅館があるよ。そうなの？知り合いに聞いてたのとなんか違うわ。でも田舎っていいよね。異臭とか呪いとか明らかに荒れなスポットとか何を期待してるんだ、田舎に。ごめん、気にしないで。この子別に悪気とかないから。お前か。同じか、同じ話か。特にないか、ないか。本屋入れない。え、沖縄じゃないのか。沖縄が臭いなと思ったんだけど、いいヒントもらえないな。コスチュームショップ、え、そういうのちょっと困る。まあティッシュだけならイケメンの君に免じてもらっといてあげる。うん、もっとおしゃれな服買っとけばよかったかな。なんだなんだ、とりあえずティッシュを割らせないと話が進まん気がするな。ティッシュか。この薄さと脆さはまるで私の人生そのもののようだね。ありがたくもらっておくよ。向かいのお店はいろいろな服があるようだけど、私の人生に選択肢は少なそうだな。なんだこいつ。おな、こわもてのおじさんがいる。客は命知らずのやつめ、いい目をしている。私の入れるコーヒーを飲むとき、お前の意識は濁流に飲まれるだろう。なんだ、どんなコーヒーだ。そこで何かをつかみ取るか、はたまたそのまま朽ちる運命か、毒でも入ってんのか。安心しろ、拒みはしないさ。だがそれなりの覚悟をしている来ることだな。なんでコーヒー飲むのに覚悟がいるんだ。なんだったんだ。コーヒーは喫茶店にアクセスすることでコーヒーを飲むことができます。え、店内に入ると時間が経過しますが、店主の入れるコーヒーを飲むことで思わぬものが手に入るかもしれません。なんだそれは、なんだそれは。今の私って方悪くないタイミングだわ。あなたセンスがいいわね。君が褒めるなんてよっぽどだね。なら記念に受け取っておくとほしいよ。なんでティッシュでそんなこと言われなきゃあかんのよ。そうだな、そこの喫茶店で少し休憩していかないか。ティッシュを配り終えた。ああ、ようやく。はい、配り終えました。何日か経ったけど。あ、全部配り終わった。じゃあこれ、いやー助かったわ。5,000円、ティッシュ配り代行します。そうそう、君を暇してんならそこのクレーンゲーム機で遊んでってや。遊べんの？あ、できんの？あ、できる。あ、オートですか。なんだ、何も取れなかった。え、これできるまで遊べんの？これ取れるまで遊べんの？取れないじゃん。どうしよう、せっかくだからコーヒー飲んでみるか。すっげえ怪しかったし。ここは？あ、入れる。わお、男子一人で入れるお店じゃない。
私カリスマ店員のオサレイコと申します。クロックフーはなんクロックフーでいいのかわかんないけどレディースからメンズまでワイルドな品揃え。ああメンズもあるんだ一応、こんなドピンクな店でも。ファッションはパッション、レッツレボリューション。おそろやなコーディネートはおさらいこにお任せください。どこでお客様、いい、すごくいいわ。クールな外見からダバッとにじむ男気、レイコの先生がビンビンよ。お客様に特別にレイコが専属でカリスマなコーディネートしちゃいます。新作入荷のご案内です。装備、今回はレイコの一押し水着がいっぱい、夏に向けてゴーゴーゴー。なんかすげえテンション高いな、ずっとこの人喋ってんぞ。全身からあふれ出すジャブジャブのセクシーに真夏の太陽も嫉妬する。おう嫉妬のおされカリスマ店員おされいこです。清掃員服、ここに来てなんで清掃員服を勧めてきたお前。つい最近売れに売れちゃって今ないんです。なんで売れてんだ。しかも病院清掃に新しいバイトさんが入り次第連絡あるのでそれから入荷いたします。あ、これ病院のバイトしろって言ってんの。おされなコーディネートはもういいいいいい。衣装を買う、販売している衣装にセットとついていないものはその人物しか装備することはできません。見た目もその人物ならではの衣装になっているので購入してみましょう。へー、 FBI スーツセット高えな。無駄にクールトランクス、だって見た目だけでしょ。一応今うちのチエちゃんがなんかカンフーコスチュームだかなんだかを着てるんだけど、どっかでもらった、あ、キツネくんが持ってきたのかな。うん、ちょっと動画外でレベル上げてる時にキツネくんがなぜかカンフーコスチュームくれたんだけど。あ、男子はみんなあれか、 FBI スーツか。女子はボーダービキニあれ女子も FBI スーツじゃん。え、何付け下げって、何これ付け下げ。まあいいや、ちょっと高すぎるわ、いくらなんでも。お金あるけどさ、あるけど一応大事に使えたし。じゃあコーヒー飲んでこう。シャガール高いな。看板には店主オリジナルコーヒー5000円と書かれている。まあ飲んでみるか。逆に気になるわその値段が。喫茶店シャガール店内、あ、客いるよ一応。お待ちどう。あれだけ言っても入店してくるた、あんた度胸あるな、気に入ったぜ。俺の名はムモン、無門でいいのかな。この店で店主をやってる。もっともこの店はこの店はチェーン店だ。だが半田のコーヒーを出すつもりはねえ。俺は俺の道を行くだけよ。俺には兄貴がいたな。ま、今じゃ連絡も取っちゃいねえが、ダメな弟持ったせいで随分苦労をかけたよ。ふん。あいつ家業を継いで出家したらしいが不器用だからな、うまくやれてるんだが。ああ、すまねえ、思い出話に花咲かせちまった。心して飲みな。最高の一杯。いや、一服だ。舐めてかかると、やけどするぜ。な、沖縄市のお店の店主はなんでみんなこうやたらと饒舌なの。さあ、どんな味がするの？どう？ん？口の中がしびれる。いや、これは極端に苦く、そしてじゃりついていて甘い。意識が朦朧とする壮絶な味わい。なんだこれ、ただ単純にまずいの。あ、意識を失った。鈍色の濁流のような味の本流の中、必死に伸ばした手が何かをつかみ取る。ディアを手に入手した。なんだそれ、なんでコーヒー飲んでてディアが手に入るんだ。は？スキルを習得しているペルソナが装備した状態でコーヒーを飲むと、アイコンがついたスキルのカードを入手できます。あ？なんだそりゃ。カードアイコンのついたスキルをまだペルソナが習得していない場合、スキルカードを入手することはできません。はあ、ここに来てペルソナのパワーアップなの。はあ、ペルソナごとに決まっています。合体では引き継ぎもできません。なるほど、ペルソナを備えることで、揃えることで欲しいスキルカードを確実に手に入れることができるので、うまく活用しましょう。難しいな。客さん、お客さん、そろそろ閉店だよ。うわー、いつの間にか眠ってしまったようだ。眠ったっつうか失神だな。
大人の味に通がられておねんねかい。坊や、まだまだ甘ちゃんだな。もう遅い時間だ。うわ、操作してたのに終わっちゃった。コーヒーで戸島さんいるかな。すごい顔合わせづらい。あ、いない。とりあえず収穫しとくか。収穫します。とりあえず、苗の植え替えは終わったし、どうしようかな。本も読み終わったしな。肉行くか。まあ、勇気があるか分かんないけど、商店街もしくは誰かがいたらその子に。あやねちゃん、こんばんは。早かった。こんばんは。今から帰るところです。うん、話しようぜ。ドゥーンがいるからな。勘違いするなよ。ドゥーンがいるから話すんだぞ。うん、別にあやねちゃんと仲良くしたいから話すんじゃないんだからね。うん、どうなったんだろう、あのコンクールは。どうなるんだろう。ごめんなさい。うん、送ってくよ。よかったらこれどうぞ。なんだ、ロイヤルゼリーなんですけど。体にいいもんもらったぜ。大したものじゃないけど、先輩の役に立てば嬉しいです。いや、すごく嬉しいよ。ありがとう。送ってくよ、送ってくよ。おやすみなさい。よし、家まで送った。で、雨の&雷だな。おっす。おはよう。おっす。今日一日ずっと雨だって。明日までは続かないらしいから、いきなり霧は出ないはずだけど、しばらくは大丈夫。やっぱり心配。うん、うん。今回は真夜中テレビの内容かなりしんどいっぽいし。しんどいよな、本人は。でも焦りは禁物だよね。私たちもしっかり準備して全開になる前に助けたいよね。全開って言ってもな、ヒントを探すったって。理性のヒントって本当どうすればいいんだろうな。またまずはクマの手がかりを知らせるために情報を集めよう。結局沖縄市に行けた意味もなかったしな。沖縄市じゃ何も起こんなかったし、ただまずいコーヒー飲まされただけだったしな。まあ、今日はまあ時間なんでこの辺で終わりたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう。チャオ。リセか、早く一緒に戦いたい。